突然ですが皆さん「ロード・オブ・メジャー」っていうバンドをご存知でしょうかあもしね知らなかったらあのお父さんお母さんに聞いてみてください。えなぜなら、えー、俺お父さんお母さんとの方が年齢近いんよ。みんなよりも <laughs> そう残念ながら。で多分年齢近い分あの俺も青春結構ど真ん中の世代だったのであのご存知の方も多いと思いますので。ぜひ聞いてみてください。でもねみんなの世代でも「あのメジャー」っていうアニメ を見てた方は分かると思うその主題歌が「心得」っていうのを労働メジャーが歌ってたので、まあ、それを歌ってた方たちです。でなんで今回その労働メジャーの名前出したかっていうとそのボーカルをされてた健一さんとですねあの先日ご飯を食べさせていただく機会がありましてで、まあ、結構ねほんといろんな話をさせてもらってすっごい俺感化されたんですよエネルギーをもらったというかお頑張ろうと思ってやっぱりやっぱりとかしいね、まあ、頑張ろうと思ったわけ。 で今、まあ、夏休みが終わって約2ヶ月が経ちますよねもう11月になりますもうすぐ。でさこう夏休み後って受験生模試だったりとかがいっぱい、まあ、実力テストとかいっぱいあるからさこう順位とか、まあ、偏差値とかいっぱい出てくるますきますよね。でも当然伸びてればさまあまあまあそのまま勢いよくいけるんですけど伸び悩む方多いと思うんですよ。俺結構そのパターンだったんですけど夏明け結構苦戦したパターンだったのであ人だったので。 でそうするとやっぱりやってるじゃん夏休みもやった短い夏休みだったけどやってたと思うしもちろんで夏明けも自分内には頑張ったはずなのに伸びないまださ数字が横ばいだ横ばいでもへこむのに落ちてたりするとああもう無理だって心のどっかで思ってる人いっぱいいるはずなんですよ俺の生徒いっぱいいたもん口では出さないし表情でも出さないようにしてるけど分かるんだよねやっぱね近くでいるからずっと教えてると。 で、まあ、自分の中にさそういう気持ちがあるのってみんな自身が一番分かってると思う。でぜひ今回この動画に関してはこれ見て何か新しい勉強法をゲットできるとか全くないです。何のために撮ってるかってもう一歩頑張ってもう一回ちょっと頑張ってみようって思わせたい。この動画でうちのユーザーの子に。っ、う、て、ん、思って撮ってる。だから何かの知識を得れるわけじゃないのでなんか今これ今伝えて特にそこに引っかかんない方はもう終わった方がいい。無駄になる絶対。あの時間無駄になるから止めちゃって。 でもなんかちょっとそのなんだろうな心の中にさもう無理かもとか私頑張っても努力しても意味ないかもっていう気持ちがどっかにある方はちょっと見てもらえると嬉しいからと思ってますで何かっていうとまあ大したことは言えないんだけどまあ頑張ろうぜって話なわけよ結局はでまあ自分もね健一さんの話を聞いてもやっぱ思ったことなんだけど健一さん今40歳なんよって俺35なんだけど やっぱり俺もまだまださ夢半ばなわけ全然叶ってないわけよ目指してるところがねそうもちろんその YouTube で勉強するっていう選択肢を日本で浸透させる広めるっていうのがずっとミッションだったで、まあ、コロナのこともあってそれなりにかなったとは思ってる去年に比べれば全然違うから思ってるけどでもさまだまだ知らない人もいるし その食わず嫌いじゃないけど YouTube で勉強、まあ、確かに知ってるけどどうせこんなん見たってしょうがないっしょっていう人もいるわけよ。で見てもらってさ俺の動画だけじゃないよその他のねと教育 YouTuber の動画もそうだけど見てもらってダメ出しをするならまだいいの。あ,あやっぱやっぱダメだとやっぱ塾とか予備校だよねって思われたらいいんだけどその食わず嫌いの状態で判断されてるのはやっぱまだかなり多いのね。 そこはやっぱり自分がまだ,まだまだ努力して突破しなきゃいけないとこだったなと思うしまだ新しい、まあ、今目標ができたからさその学校のね先生の社会的地位を向上させて先生をもっと生き生きと仕事してほしいで先生がもっと生き生きと仕事をしたらその授業を受けてるみんなの学生自身が絶対幸せになるだって先生がさ生き生きしてる人の授業を受けれていこうって絶対幸せなんだよね会う会わないはあったとしても だからやっぱり学校の先生がもっと動きやすく生き生きと仕事ができる環境が必要だと思うんだよね。でまあ、それが今新しい1個の目標になって、まあ、ちょっとごめん話それたけど、まあ、そんなことを思ってやってるケンさんも今ソロで頑張ってるんですよ。それ頑張ってる言うけどおこがましいね。ソロで今活動されてるんだけどぜひ、まあ、ちょっとリンク貼ってるから見てみて。でやって,るんだやってらっしゃるんだけどそのもう一回ねその多くの人に歌を聴いてもらえるとこに行きたいっておっしゃってたから、まあ、俺もさ35の俺もケンさんも まだまだみんなよりもう2倍以上よ、年齢。でもさ、やっぱり夢、仲間で、まあ頑張ってるわけよ、努力してると。で、俺思うんよ。あ、みんなちょっと聞いてみたいんだけど、人がさ、成長しなくなる時っていつだと思う成長しなくなる時。まあそれぞれ答えがあっていいよ。全部正解だと思う、きっとね。でも俺2つあって、まず1個が満足した時なの。自分に。あ、これでいいやって思った時。で、俺って、俺はね、 現状維持っってて基本的にないと思ってる、まあ、もちろん偏差値でさ数字偏差値50が偏差値50だったら現状維持って言うよ数字だったらまあ判断できるけど人間で言った時に現状維持はない進化か退化しかないんだよ前に進んでるか後ろに下がってるかその場で休んでるっていうふうに、まあ、現状維持っぽく聞こえるけども俺やっぱそのさこんだけまあネット社会になってもう世の中の流れが劇的に早いだからいつもね俺感覚思ってるのはずっと その自分の足元に歩歩く歩道ってあるじゃんその乗ってるだけで歩く動く歩道ね。あれがさ後ろ向きに動いてると思ってんのずっと。だからあちょっと休憩って思って立ってたとしても動くほどで後ろに流されてるどんどん。っていう感覚がどっかである。まあ、もちろんそれを思いすぎるとさ休憩なんかしてらんないって思っちゃうからバランスは必要。でバランスは必要だけどもだから基本的には、まあ、進化するか退化するしかないかともないと思ってて。 現状維持で今これでいいやと思った瞬間に俺は人間の退化が始まると思ってるねだから絶対にそうは思わない,い,い登録者が100万人いっても絶対満足なんかしねえぞって思ってたしでやってるわけよでまずだから1個としてはそこね自分の今現状に満足してしまった瞬間にえ人の進化は、まあ、そのなんだろう成長が止まるでもう1個は自分の伸びしろ成長する伸びしろを信じれなくなった時だと思ってる 自分なんて努力したって意味がねえって。成績なんて伸びるわけがねえって。俺がどんなに頑張って活動したって動画を撮ったって、もう見てくれる人なんて増えるわけねえじゃんって俺が思った時。まあもう絶対成長しねえよ、それは。でもきっとね、校舎がほとんどなのみんな。学生の時って。現状満足するってなかなかない。学生の時はね。ほぼもう0.00何だと思う。 ほとんんどの人が自分を信じなななくなった時なんだよねでも分かるさっき言ったみたいに夏が終わってそれなりに努力をしてきたのに結果が出ないじゃんって運動でもそうだよ多分楽器とかでもそう俺の英会話もそうだわ今結構頑張ってんだけどさ全然もう成長してない気がするでも成長してねえって思っちゃったらそれがもう成長してないってレッテルが貼られちゃうんだよねだからその気持ちをグッとこらえて自分が成長してるポイントを探すのいい あのみんなが今自分自身に対してすごく思ってるかもしんない私はもう無理だって成長しない努力しても無駄だと思ってるかもしんないでも申し訳ない俺はみんなのこと好きだよ俺のユーたーの子にもうダメなやつなんてバカなやつなんて一人もいないから好きだけどでも言わせてもらうそれだけは許せない絶対に絶対に伸びしろあるから全員が全員だよ学生だけじゃないそれは成人したって同じ 何かで努力してる人に伸びしろがない人なんていないってそれを伝えたかったのこれが一番伝えたかったことそれを感じたのケンさんと話しててそう俺やっぱさ YouTube やってるとみんな若いからさほとんど20代なわけよでも30過ぎてからやっぱり20代の時の見える景色が変わってくるんよで35になって四者五入すると40ゾーンに入った時にまたやっぱ変わるわけできっと40になったらまた変わるよ俺景色が思ってることも変わっていく でやっぱ30過ぎてからなんかみんなに伝えたいこととかも変わってきたわけでさでやっぱ YouTuber 若いからその30代で見てる景色とで話せる人がなかなかいなくてそうそうみんな若いからさでそれが悪いとは思わないよそう思わないし20代だろうか10代だろうかみんなすごい人いっぱいいるし YouTuber でもほんとから尊敬してるしそこはでもはなんか久しぶりにね自分より年上の人とがっつりなんか腰を添えて喋らせてもらって改めて思った。 そう伸びしろがない人だからぜひねもう一回ちょっと信じてほしいの。でちょっときついことを言うと俺が思ってることね自分にえ努力して結果が出なかったとしても結果が出るまで努力したら絶対結果が出るんだってだって結果が出るまで努力してんだから今回の模試でそこの例えば B 判定とか目標分かんないけどそこに行かなかったらそれが出るまで努力しりゃいいんだよ。 あとはみんなの受験本番に間に合うかどうかだって期限がついちゃってるから辛いとこなんだけどそこに間に合わせるかどうかだよね俺だったらまあ寿命だよね俺が死ぬまでに間に合うかどうかよ自分がさっき言った目標がね分からんそれはでも間に合わせるけど頑張ってなので今心が折れそうな方はね是非もう一回ちょっと。 まあ俺の言葉がどこまで届いてるかどうかわからないですし、まあ、俺がさ当時その高校の時にこの YouTube なかったけど俺の時はハイチがこういてね俺が見ててさこいつの俺の動画見てどう感じたかちょっとわからんでも、まあ、気持ちは込めたつもりだから何か受け取ってもらってたら嬉しいなと思います、はい、なので、まあ、俺もそうですけどみんなもねお互いね俺もみんなも、あのー、目標に向かって、あのー、頑張っていきましょう、はい、あの俺もこれ折れずに頑張りますので。 ぜひね、今後もどうぞよろしくお願いしますということで、えー、特にねそのなんだろう新しい技とかを伝えるわけで伝えられたわけじゃないんですけど、えー、ここまでご視聴いただきありがとうございました是非ねまた次回の動画でお会いしましょうそれじゃあまたねバイバイ